思い立ったが吉日ということで、来週結婚式を挙げよう。はい。司ちゃんといると毎日が驚きの連続だ。私に甘い言葉をささやいていいのは君だけなんだぞ。ナサ君だってつかっちゃんのウェディングドレス姿見たいでしょ。おばあ様には姉様の花嫁姿を見せてあげたいじゃない。先輩だって見たいでしょ、かわいいお嫁さんのウェディングドレス姿。あのナサ君が結婚とは本当びっくりだよ。やっぱ結婚するとチューとかしてるの？ここに湯崎ってのがいるか。懐かしいわね。まるで昨日のことのよう。僕は司ちゃんへの愛に何の迷いもないから。私は今のラブラブの感じのままがいいなって。恥ずかしいじゃない。僕の一生分の恋愛は司ちゃんで全部だと思ってるよ。たまに考えるんだ、誰かを好きになると人はどうして結婚したくなるのかなって。僕のお嫁さんはとてもいつも